はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。赤いピアノ、可愛いの BL61 のワインレッドタイプ、これ珍しいですね。この時代はもう黒の全盛期ですか、もうピアノといえば黒、もう赤いピアノとか茶色いピアノってね、まあ、あの可愛いヤマハ以外のメーカーは出してたんですが、やっぱり主流は黒だったんですね。まだこの時代、その時代に、当時の定価で言っても10万15万高かったんですが、この木目のピアノ選ばれた方、高かったけど頑張られましたね。これが可愛いの BL61 の、タイプですね。足がないスッキリタイプですね。足元がスッキリしてるタイプになりますね。こんな感じです。で、まあ、結構ね状態がいいので、蓋の上の傷もですね、ね、少しありますね、ここにね、ポツポツポツ、これを直さない状態でね、今回はすく、びっくりするぐらいの値段でね、出してますが、中の状態です。BL の61688818、8が4つありますね。中の状態はこんな感じになります。はい、それでは音を聞いてもらいたいと思います。これはですね、カンツオーネの曲でですね、サンデモ音楽祭にも入賞したケサラという曲です。ケセラセラという曲がありますが、あれとは違います。ケサラケサラサラケサラって曲ですね。ちょっと喉が枯れてまして、ちょっとすいません、声が悪くて、可愛いの赤いピアノ、これね、私の狙い目だと思うんですが、まだ初段入ってません。まだ入ってません。これ本当私の狙い目だと思うんですがね、なんでまだ売れんのかなという気はするんですが、めっちゃいいピアノです。可愛いの BL61 のワインレッドタイプです。ご希望の方はお知らせください。それではさよなら。